武道塚君はあっちの方やった、どっちの方やったっけ、あの辺やな、あの山やな、はい、あそこまで歩いていきましょう。400〜500m あるか。武道塚君、左行って右か。どこや、西宮古墳ね、ここや、へくる神社、西宮古墳。ほら、お花の無人販売機が、これで大丈夫かね、あちゃこちゃ取られた言うて、これで十三峠、十三峠って呼ばれてるんやろ、神原、どう十三峠でこっちから行けるのかね。はい、こっち見上がって、武道塚古墳、これね、これ釣り堀かね、あ、ここやろ、武道塚古墳、もうすぐもうすぐやってなめ、だから民家が横あるからね、ここは民家ありましたろ、反対から来てね、この民家しか見えてなかったんで、あら、これ民家に入るのかな、あっちの感じになって、ほんで行き過ぎてどうで行ってもらうね、これ上がるんですよ。はい、着きました、もうね、ここに看板がありましたけどね、はい、宇都塚君、全長が前方後円で60メーターぐらいあったかな、60メーター、これ初めて来たとこう上がってものすごく草木がだあ買ってあるわ、すごかったんだけど、このこれだな、これがいっぱいな、はあ、これはいいわ、蛇が出るんちゃうか言いながら歩いた記憶があるわ。60メーター、あ、こうか、こうやね、これが豊富能で、こっちが栄墳でございますね。武道塚古墳の外形と石碑です。ああ、なるほど。外形もちょっと崩れてますか。横穴式石碑は、下ったとこやね。高さ 1.5 メートル、どういうことや。全長 60.5 メートル、前方後円分。後円部の径が32メーター、高さ6メーター。前方部幅はほぼ同じ、木村氏、越塚古墳。え、越塚古墳？桜井の？どこだ？藤の木古墳知っとる。越塚古墳？桜井の越塚古墳行ってないか？あ、行ったんやけどね、もう忘れたな。どこやったっけ？はいはい、桜井の越塚古墳で行ったことあるね。藤の木古墳も行った行った、はいはい。ちょっと入ってみましょうかね。はい。桜井の越塚古墳、あ、すんまへん、回ってます今、いや、ま、え、ビデオ回ってます、回ってるよ、どうした、あ、いやいや、ダメ、なんか、違う、なんかやってはるよ、ブルースカイゆかりチャンネル、あ、YouTube やってはる、はい、あ、そうなんですか、はい、私も行ってきますね、邪魔しました、はい、ありがとうございます、先に、私は後から行きます、はい、はい、すんまへん、ありがとう、どうも、世界の墳丘さんからがちょっと今お会いしましてね、今日はもう話が長いんですよ、あっちこっちでね回っとんねんけど、世界の墳丘さん、はい、やってきました、今回2回目でしたかね、ほんで今ね残念なことに、おお、すごいな、ライトをね持ってくの忘れたんやで、まあ昼やけん大丈夫か、ここもやっぱすごいね。このキリシャンか。いやこれもすごいございますわ。現実が6メーター。幅 2.8 メーター。高さ 4.3 メーター。鮮度が 8.2 メーター。おー、すごいね。さあ、さて、この、こっちはキリシャンなってないぞ。キリシャンキリシャンあるけど、ちょっとね、デコボコなってるぞ。こっちはね、かなり綺麗に切ってくれてるんだけどね、円墳の下にね、こんな大きな石碑が、見てくださいよ、これ
正面のが1段2段やね。あの上は組み合わせかね。それはすごいですわ。横もね、あらすごい石組んでいます。これ1段2段大きい石で3段やね。あとこの辺組み合わせか。天井石は1枚2枚やな。あの辺合わせとね、ほら合わせてね。これも大きいね、この石棺も。石の方もはちょっと小ぶりの石が多いか。1段2段1段2段3段でね。こっちはちょっとね4段ぐらいあるか。こんな感じでございます。出口はね、現実がものすごい広いね。両袖式になってますね。まあ、ちょっとやっぱり削り方荒いね。6世紀末やったらね、荒いか。それでもかなりね、かなり削ってくれてるんだけどね。アングル違うから、まあ、だんだん小さくなってくるしね、古墳も。いやー、すごい、すごかった。石棺も大きいんですよ、これ。よう作りましたね、こんなやつは。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これは全部盛り土じゃないぞ、これはね。盛り土って言うてあるけど、こんな持ってないだろう。8メーターって書いてあるからね。さあ、行きましょう。ありがとうございました。うどずか本でございました。ちょっと世界の雰囲気さんからと今あったんでね、ちょっと時間かかりましたけどね、30分ぐらい話してたんちゃうかね。はい、ありがとうございました。